今回はユニークな世界観のインド神話の中でも一番の人気を誇ると言っても過言ではない破壊の神シヴァについて解説します。シヴァには非常に多くのエピソードがあり、そのどれもが武勇伝と言っていいほどのスケールの大きなものです。前編のインド神話を超わかりやすく解説も合わせてご覧いただければ、楽しみながらあなたの教養が深まること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。シヴァは現在のインドで多くの人に信仰されているヒンドゥー教やその元となったインド神話の中に登場する神様です。インド神話は日本の神道などと同じくいろいろな神様を信じる多神教なので、雷の神様、戦いの神様、世界を作った神様などいろいろな神様が登場します。その中でシヴァは破壊を担当する神様と言われています。破壊の神なんていうとまるで悪者のような気がしますが、どうして破壊の神様が人気者になるのでしょうか。そのあたりの秘密も探っていきましょう。シヴァは一般的に破壊の神様とされていますが、正確に言うとインド神話の三人一組の創造神の一人とされています。三人の創造神というのはブラフマー、ビシュヌ、そしてシヴァのことで、ブラフマーが世界を作り、ビシュヌが世界を維持し、そしてシヴァが世界を一旦破壊して世界を生まれ変わらせると言われます。つまり破壊の神様といっても単純に全てをただ壊してしまうのではなく、世界におかしなところがあればそれを新しく生まれ変わらせるため、再生のために破壊を担当しているのがシヴァなんです。そんなシヴァは見た目もかなり変わっています。青白い肌の美しい外見ですが、裸に虎の皮をまとっていて、首には恐ろしげな生きた毒蛇を巻いています。手にはシヴァのシンボルでもある三つ股の矛を持っていて、シヴァが戦いの神であることを表しています。肌が白っぽいのは灰を体に塗っているからです。インドで苦行を行う修行者はシヴァと同じように体に灰を塗っていました。つまりシヴァは修行者の姿をしているんです。さらにシヴァの一番の特徴は額にある第三の目です。この目ができた時のエピソードは後ほど紹介します。そしてシヴァはナンディという名前の聖なる牛に乗っているのも特徴です。ヒンドゥー教徒は牛を食べないと言われますが、それはシヴァが乗っている神聖な動物だからなんです。もともとシヴァはインドで非常に古くから信仰されていた嵐の神でした。その頃のシヴァは吠える者という意味のルドラという名前で、台風そのものを神様と考えたものだったようです。そこから変化したシヴァという名前は幸せ、吉というような意味もあり、嵐の神様をなだめるために縁起のいい別名をつけたのが始まりのようです。それからインド各地で信仰されていた神様をどんどんと吸収して、この神様もあの神様も実は全部シヴァのやったことというふうにされていったのです。なのでシヴァの別名は1116個もあるとされていて、すべてを破壊するもの、恐るべき神、偉大なる暗黒、獣たちの王などという恐ろしげなものから、反対に恩恵を与えるもの、基地をもたらすものなどというものもあります。中には踊りの王などという別名もあり、シヴァの影響力とその範囲から器の大きさを表しているのかもしれません。シヴァの武勇伝エピソードに入る前に、一つ外すことができないシヴァの特徴をご説明します。それはシヴァのシンボルとされるリンガです。このリンガとは石の棒のことなのですが、実はこれ勃起した男性器を表しています。インドでは石で作ったリンガをシヴァのシンボルとして崇拝します。リンガは大抵の場合楕円形に作られた台座の上に置かれますが、この台座が女性器の形を表しているとされています。女性器の上に置かれた男性器を拝むというのはかなりシュールな光景ですが、インドでは非常にポピュラーなものなんです。シヴァとリンガに関するこんなエピソードもあります。まだ世界ができたばかりで何もなく、世界には混沌の海しかなかった頃、ブラフマーとビシュヌがばったりと出会い、どちらが世界を作った神様であるかというのを言い争いしていました。私がこの世界を作ったんだ。いや、作ったのは私だ。とお互いに一歩も譲りません。激しい口論の最中に、二人の目の前に轟音を立てて光り輝く巨大な柱が現れました。
天まで伸びるあまりに巨大な柱で、上は空の遥か彼方まで伸びていて、下は混沌の海の奥深くまで伸びていました。そこで二人は、この柱の先っぽを最初に見つけた方が本当の創造神だという勝負をすることにしました。するとすぐにブラフマーは鳥になって高く高く登っていき、一方のビシュヌはイノシシになって海の中に潜っていきました。しかし二人ともどれだけ進んでも柱の先にはたどり着くことができず、結局諦めて元のところに戻ってきました。今回は引き分けかとお互いに顔を見合わせたその瞬間、柱が炎に包まれ燃え上がる演出の中でバーンと盛大に割れて、中から得意側の芝が突然現れました。そして、この柱はリンガ、つまり俺様の断性器なんだぜ。こんなすっげー断性器を持っている俺様が世界で一番偉いんだよ、と言い放ったのです。ものすごくシュールなエピソードで、もはや自分の断性器から本人自身が出てくるというのは意味がわかりませんが、これで3人の創造神の中で芝が一番偉いことが証明されたということになっています。実はヒンドゥー教にはビシュヌが一番偉いとする派閥や、シヴァが一番偉いとする派閥など、いろいろな派閥があり、これはもちろんシヴァ派が作ったエピソードですから、そのままヒンドゥー教徒がそれをみんな信じているというわけではありません。それでもシヴァの偉大さを表すのにリンガ、つまり男性器の大きさを持ち出すと、なぜかみんな納得するそうです。ではシヴァがいかに偉大な神様かがわかるエピソードをご紹介します。インド神話では神様のライバル的な存在としてアスラという種族が登場します。アスラは魔人と訳すことが多く、文字通り神様に匹敵する力を持っていますが、必ずしも神様や人間の味方ではなく、時には激しく対立することもあります。ある時アスラの三兄弟が厳しい修行の末に最強の力を身につけて世界に君臨しました。三兄弟はそれぞれ金銀鉄でできた立派な城を作り、あまりに強くなったために神様の言うことを聞かない独裁者となりました。もはやアスラの世界だけではなく、神様たちの世界までも支配しようとしていました。これに驚いた神様たちは力を合わせてこの城を攻めようとしますが、戦いの神様でさえアスラ三兄弟に返り討ちにあってしまいます。困った神様たちが神様の中で一番賢いと言われるブラフマーに相談すると、ブラフマーは、神の中で一番強いシヴァならあの城を打ち破ることができるだろうと言います。そうして全ての神様たちに頼み込まれ、そんなに言うなら仕方ないとシヴァが立ち上がります。そして神様たちに向かってこう言います。俺が戦うのはいいけど、あの城を破壊するには武器が弱えんだよな。みんなで最強の武器を作って俺に使わせてくれよ。というわけで、シヴァのもとに文字通り神レベルの武器が次々に集まります。シヴァは神の戦車に乗って兵を蹴散らしながらアスラの城まで乗り込み、シヴァにしか引けないという神の弓に神の矢をつがえて放ちます。そして放たれた矢は3つに分かれて、アスラの3つの城をたった1本で粉々に破壊します。その勢いでシヴァは敵の城に乗り込んで、最強と言われていたアスラ三兄弟を軽々と倒したのでした。このエピソードからシヴァは三つの城を征服したものというこれまた別名も持っています。さらにもう一つ、シヴァの偉大さを表すエピソードがあります。インドのガンジス川といえば全長 2500km にもなる大河で、インドで最も大事な聖なる川としてもよく知られています。たくさんの人たちが身を清めるために遠くからガンジス川を訪れます。ヒンドゥー教ではガンジス川そのものがガンガーという名前の女神様であるとされています。これが神話ではガンジス川はもともと地上の川ではなく、神様たちの住む天界に流れている川とされています。ある時、地上のある国で王子たちが全員惨殺されるという恐ろしい事件が起きます。その中で生き残った王族の一人が賢者に相談すると、殺された王子たちの遺体をガンジス川で清めないと王子たちは天国に行くことができないと告げられます。でもガンジス川といえば天に流れる川ですから、どうしたら遺体を清めることができるのかさっぱりわかりません。そこで彼はガンジス川を地上に下ろす力を手に入れるために厳しい修行を始めました。地上で彼があまりに熱心に修行をするので、それに感心した神様たちがガンジス川を地上に下ろしてあげることに決めました。
しかし、天界にある巨大なガンジス川をそのまま地上に下ろしたら、地上は洪水で滅びてしまいます。そこで、みんなの知恵袋、ブラフマーがこう提案します。シヴァが頭でガンジス川を受け止めたら良いんじゃないか。どういうことなの?という気がしますが、シヴァは、しょうがないな、やってやんよ。と言います。これに一番驚いたのは、ガンジス川の化身、女神ガンガーです。私本当に地上に飛び降りるの?しかも頭で受け止めるとか失敗しそうだし意味わかんないんですけど。と動揺を隠せません。これにプライドの高いシヴァは激怒し、おめえ疑ってんじゃねえよ。俺様にできないことなんてないんだよ。さっさと飛び降りてこいよ。と迫ります。覚悟を決めてガンガーが地上に飛び降りると、ガンジス川の巨大な流れはシヴァの髪の毛を伝わって地上にゆっくりと流れ、被害を一切与えることなく、無事に地上にガンジス川を下ろすことに成功したのでした。ちなみに女神ガンガーはシヴァの力を疑った罪としてシヴァの髪の毛の中に数年間監禁され出してもらえなかったそうです。シヴァの肖像画には髪の毛の中に女の人の顔が閉じ込められているようなものがありますが、これは監禁されているガンガーを表しているものなのだとされています。ここまで何とも豪快なシヴァの話を見てきましたが、実はシヴァはものすごい愛妻家でもあります。シヴァの最初の妻はサティという女神です。あまり特徴のない地味な女神様ですが、シヴァはサティにぞっこんで早くから結婚を誓い合っていました。しかし、サティの父親は乱暴者のシヴァのことを嫌っていて、サティと結婚させるのを嫌がっていました。なんとか結婚した後も父親はことあるごとにシヴァに嫌がらせをしていました。そんな父親に絶望したサティは悲しみのあまり炎の中に飛び込んで自殺してしまいます。これに怒り狂ったのはシヴァです。サティの父を殺害してから炎の中で黒焦げになったサティの遺体を抱きかかえて世界中を放浪します。この時のシヴァの嘆きのせいで世界中はどんどん衰退していきます。これを見かねたヴィシュヌはシヴァを諦めさせるためにとサティの遺体をバラバラに切り刻みました。バラバラになったサティの遺体は世界各地に埋葬され、それらはすべて聖地になりました。死んでしまったサティの生まれ変わりがシヴァの次の妻であるパール・バーティーです。一般的にシヴァの妻といえばこのパール・バーティーのことです。パール・バーティーはサティの生まれ変わりなのですが、実はシヴァにはそのことがわかりません。いつまでも死んでしまった恋人のことが忘れられないシヴァは、パール・バーティーが近づこうとしても、俺は今修行しているから。と言って追い払ってしまいます。それでもパール・バーティーは諦めず、そうだ、私もシヴァの隣で修行しよう。と思い立ちます。いつも近くにいて、シヴァと同じ厳しい修行に耐え続けるパール・バーティーを見て、シヴァは徐々に心が動かされます。でも疑り深いシヴァはこいつの気持ちが本当かどうか試してやろうと思い一芝居打つことにします。そこで別の男に変装し何食わぬ顔でパール・バーティーに声をかけるのです。なあ、あんたシヴァって知ってるか。あいつめっちゃひどい男らしいぜ。悪いこともしてるって噂だし、あいつだけはやめといた方がいいぜ。とシヴァの悪口をまくし立てたのです。するとパール・バーティーはシヴァの悪口を言う人は許さないと烈火のごとく怒りました。あまりに熱心に怒るのでシヴァはこいつの気持ちは本気だと感動して、そこでてってれーとネタバラシします。その後に二人は結婚するのです。結婚したシヴァとパール・バーティーのラブラブっぷりは相当でした。人目もはばからず昼間から裸でイチャイチャするので周囲の神様も呆れるほどです。ある時、偉い修行者がシヴァに挨拶をしようとシヴァの宮殿を訪れると、いつものごとくシヴァは奥さんとラブラブでベッドイン中です。修行者はこれは仕方ないと終わるまで外で待っていようとしましたが、なんとそのまま数百年も待たされてしまったというエピソードがあります。凄まじい体力です。さらにこんな話もあります。ある日パール・バーティーがシヴァの後ろから近づいてシヴァの両目を塞ぎました。よくバカップルがやっている誰だというやつです。ただシヴァはものすごく偉大な神様で、彼の両目は太陽そのものとされています。なのでシヴァの両目を塞ぐと世界が闇に包まれて大変なことになってしまいます。それでは困るということで、シヴァは気合で額にある第三の目を開いたことでどうにか世界を救われたということになるのですが、イチャイチャしすぎで世界を滅ぼしそうになるバカップル、まさにインド神話ならではのエピソードです。
シヴァは単純に強くて偉大な神様というだけではなく、人間らしいいろいろな顔を持っているところが人気の秘訣なのかもしれません。インド神話は何にしてもスケールが桁違いで、時には笑ってしまうほどですが、それが神話の魅力になり、驚くほど長い間語り継がれているのです。インド神話全体の解説に関しては前編の動画もぜひご覧ください。また神話を学ぶと世界が広がるという再生リストもあるので、日本の神話である古事記やその他の世界の神話もぜひご覧になってみてください。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。